ですか、優勝決まって。優勝が決まって、そう、実感はないけど、すごい、ね、ないよね。で、2人とも終わった時同じ感想だったんですけど、どうだった？始まる前優勝できると思った？優勝で、でもなんか前日の夜に、うん、あ、明日優勝するかもなと思って寝た感じ。私も一緒。絶対なんか、なんか想像できないけど、うん、想像してしまう自分がいたっていう か優勝しそうだなみたいな、うん、やっぱ思ったよ ね、そう、うん、どんな曲がいいかな。そうやね、どんなやっぱ元気、2人とも元気系なので、うんうん、元気な、うん、応援みたいな感じの曲がいいかなって思います。うんうん、たくさんの、なんていうか、私たちのファンでない方も、うん、そう、会場の皆さんがね、すごい応援してくれて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。では以上、フォーチュンチェリーの多田恭香と松田由美でした。バイバイ。お聞きいただいたのは、今週日曜日に行われた AKB48 グループのユニットじゃんけん大会の直後に優勝者の2人にインタビューした様子です。2人いて1人は様子です、あの京香ちゃんだけど、はい、もう一人のメンバーは HKT48 研究生の松田由美ちゃんなんですけど、はい、18歳未満ということでね、今日は自宅待機です。高校1年生なんです、ね、ここではじゃんけん大会、はい、そう、高1だから出れない、うん、ここではじゃんけん大会をみんなで振り返っていきます。はい、今回のじゃんけん大会は9回目ですよ。そんなにやってるんだね。総選挙10回目だから、もう総選挙を、もう同じ同時ぐらいにやってるんだ。そんな歴史が長いんだね。ゲーそうだ、ゲーすごい、なんてわざとらしいんだよ。このようにゲーって言って驚く人あんまりいないよ。ひどいね。はい、メンバーがね、自由にユニットを組んで出場、はい、メンバーができるようになりましたね、はいはい、最近は。そうだね、最近、うん、で、8月に128組が予備選を行って、先週の日曜日に48組のユニットが本戦で戦ったんですけど、はい、私とみなるんさんは負けたんですよね。負けました。普通にあのその予備選の時に。そう、うん、だから当日はあの実況をしに行きましたね。行きましたね、はい、うん、ちなみに、はい、なんか高橋ジュリがめちゃくちゃテンションが低かったって。それ嘘だ。やっぱりこうね、いろんなね、新しい子たちとかも勝ち進んで、ファンの人もこの子はどんな子かなっていう大切な実況において、はい、高橋樹里のテンションがめちゃくちゃ低かった。ひしげるじゃん。どういうことですか、何かありました？何ですかそれは。いや、スタッフさんの情報です。いや、信じられない。いや、こちらも信じられない。それはもう、何ですか、適当なネットじゃないですか、まあね、いや、もう完全特に何もなかったんですか。いや、なんかお腹は空いてましたけど、食べてこい。いやいや、でもいや、そんなことないし、しかも私が実況したブロックにいましたから、フォーチュンチェリーちゃま。そうなんですか。様が、ありがとうございます。そうなんですか。なんてコメントしたの。ひどい。え、お互い覚えてない。あ、え、あ、待って、あの吉田あかりさんもいらっしゃいましたね。うん、あかりさん覚えてたんですよ。そういう子なんだ、評価ちゃって。違うんですよ。やっぱ伝わってなかった。やる気のなんかちょっと欲しかったですね。ごめんね。確かに武藤姉妹のことを話して、うん、その時フォーチュンチェリーのことは衣装可愛いねって言ったんだ。いや違う。え、何？フォーチュンチェリーおめでとうって手振った。遠い遠いんですよ。もうそんな遠いじゃないよ。女子力動画のあかりんしか。女子力ないジュリーにはそうやってそんなこと思ってないですよ。だって京香ちゃんとはね、でもちょっとこういう子なんだって今思ったから。ちょっと喋りやすくなった。でも逆にさ、恥ずかしいですよ。なんかミナルンさ、ちょっとなんかすごい張り切ってたみたいじゃない。いや、張り切ってた。負けたくせに。何、負けたくせにとか言わないで。張り切ってないよ全然。その隣にいるジャンポケさんたちよりも笑いを取りに行って取れちゃったんだ多分。取れちゃっただけだから。どうなんだ、どれくらいなんですか、張り切ってたの。お、あるらしいですよ。いやいや、マジ張り切ってないんだけど。当日のミナルンさんの模様です。え、何やってんだこれ。え、何やったの。え、何だっけ。で、ここだけ何で突っ込んでたんですか。 SKE の6期生の子たちが、はい、まあ、みんなで出てて、でなんか結構3回目ぐらいまで勝ったんだけど負けたから、おい、若手芸人じゃないですか。何やってんだそんな面白くないから、これなんか恥ずかしい。全然じゃんこれ。女子の女
しの芸人さんみたいでしたけど、唯一大きな声出したとこってだけだよ。あーやってるだからもう本当にこれ邪魔しにしたら思いますか。しないでしょ絶対。まあね、はい、私たちのことはいいんですよ。本当ですよ。こんな何やってんだよって感じ。くだらない時間くだらない時間だよ。はい、じゃんけん大会の話をしていきましょう。実際にはい、はい、今回会場は大田区の片柳アリーナ。初めて行った、はい、初めて行って、ね、MC はジャングルポケットさんがやっていただいたんですけど、ね、衣装も今回豪華でしたね、うんうん、みんなね可愛かったね。フォーチュンチェリーもね、さくらんぼのさ、そうなんです、なんかワンピースみたいな、ね、感じ、普通なんか売り物でありそうな感じ、ね、それ褒め言葉なの。え、どうですか。いや別に衣装さんは愛情込めて作ったんだけど、今京香ちゃんは売り物でありそうだったあの言葉間違えたら衣装京香ちゃんはちょっと添えたくなんか、いや、なんて、いや普通の急にテンパなんていうんですか、普通売り物でなさそうなのとかあるじゃないですか。だってこの辺に、ま、マカロンとかついてるのとかは着ないじゃないですか、ね、売ってないじゃないですか、うん、だからそういうのと比べたら普通のワンピースみたいな形だからマカロンが良かったこの辺にマカロンをつけてましたそういうことじゃないんですよ。衣装さんからしたら売られてないっていうのが嬉しい、うん、どこでも本当にも買えないですよね。これ売ってないっていうのが嬉しい。どうも唯一無二の私たちのためだけのっていう、売られてそうなやつはもう完全にそう形はですよ、形は絶対聞いてないのことを願うわ。あの人危ない、危ない誰かを傷つけそう。フォロー頼みますよ、みなるんさん。何言ってんだよ。やめてマシモ、マシモは何着たの。マシモ、私たちは黒い、黒ニキニキニキ、うん、なんであんな真っ黒だったの。なんかもともとほとんどの子が黒をベースにしたのが着たいねって言っていて、かっこいい感じ。そうです、かっこいい系をイメージしたくって、でそれをもとに山崎ミリーっていうメンバーがいるんですけど、うんうん、あと三村ひのとかが、うん、あの、うん、衣装のデザインとかをしてくれて、すごい。でああいう個人個々で別な似合いそうな衣装を作ってくださいました。16人でユニット組んだって。はい、2期生っていうのが NG っていうのに、NGT の2期生入ったばっかりなんで、入ったばっかりです。まだすごいでも勢いでした ね、 勝ち進んでってた時、6月に劇場でこの子たちが加入したメンバーですよっていう名前だけ、はい、あの自己紹介があって。6月って超最近、3ヶ月前とかですね。そうです。であのあのお客さんの前でパフォーマンスするイベントが9月2日にあったんですけど、うん、え、先月9月、あ、今月、今月です。やばくない。そうなんですよ。であの次の高橋ジュリパニックステージに立たせていただいたのが日本武道館で、あ、やってたよね。そう、あ、イベント、あの、コースシングルの発売イベントで。あ、そうだ、発売イベント。勝手なこと言わないで。ご情報流す。いや、今何回喋りたいと思って。マシモンと。NGT のリリースのイベントが、武道館で9月15日に、すごいよね、それもすごいけど。で、次出たじゃんけん大会のイベントで決勝まで進んじゃう。準優勝。優勝で、今後のオールナイト日本に。いやすごい、ただものじゃなさそう。すごい道のり。いやでもあの4コマ漫画みたい確かにまとめられた。トン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 、わかりやすい。いやすごいですね。え、でちなみに、うん、え、何最後にじゃんけんちょうどした の、 その優勝を決めるじゃんけんをしたのが、はい、このキョウカちゃんとマシモンが、はい、しかもここに審判のあのイジリーさんがいらっしゃって、うん、でちょうどこの感じでやっこのそうなんで、お客さんがこっち側に行って、こっち側とかラジオラジオさんのないからこっちかっちか、まあでもこんな感じで、はい、そのラジオみたいな感じでね、はい、今のそ うわー、一回アイコを挟んでパー、あー、パー対パーだったんだ一回、はい、そうな、ね、なんかさ何出すか決めてた。はい、決めて2人で、私相方のその松田美ちゃんと相方急な芸人相棒のチュンチュリーのコンビのコンビ、ね、ペアだね、ペアだ、ペア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 のその松田美ちゃんと、そう毎回じゃあ何だそうねって、うん、あ、話し合って決めて、でそう交互に出てた、ね、え、どっちもその話し合い通りにやってたの。はい、そうなんです。はい、ニキは、ニキは私あのみんな別その時の思ったやつを出してました。あ、じゃあもう任せてたんだ。任せちゃいました、出すこに。はい、すごい。やっぱり話し合ってもまとまらないから、まとまらない時間が、ね、いるもんね。あと16人のさ代表でじゃんけんするってすごいプレッシャー。そうだよ、めちゃくちゃプレッシャーじゃない、ね、負けたらもう15人からの恨みがすごい。そうだよいやでも私はあの
決勝だったので、うんうん、あのどっちにしろカップリングはいただけるかなっていう感じだったので、でもそういう感じ冷静だね。でもあのいや初戦の、うん、初戦でじゃんけんしてくれた子が三村ひなっていう子なんですけど、うん、その子のプレッシャーが一番すごかったんじゃないかなって思って、すごい、え本当に6月にお披露目された子、うん、めっちゃ喋れない、え本当ですか、うん、めっちゃ考えしっかりしてない、なんかもうさ、うん、最初の ね、うん、なんていうの、最初研究生の時とかなんてもうなんかこんな喋れないし、なんかもうとにかく緊張しました。私なんて先輩に日本人って聞かれたの、やばくない、喋らなすぎて研究生の時、えどういうこと、なんか言葉が意味わかんなかったみたいなそうだよね、だって言葉どうやって組み立てたら人に伝わるかなとかわかんない、わかんないからハーフっていう、すごいすごいね、いや、 あのいやいやいや、マシモン、マシモンの話にちょっとびっくりしちゃった、うん、喋りにね、うん、危なくないねじゃあなんかあのさ直前のさレディーって呼ばれる時のさあそこでさ相手の表情で読み取るとかではないんだね、ないです、もう、作戦というかもう本当自分たちの直感と事前に決めてたやつで決まったんだ、うん、そうなんだ、すごいな、どうだった勝った瞬間、勝った瞬間ですか、でも勝っちゃったみたいな、あ逆にそう、なんかどういうこと、やばいな、やばいなっていうか、なんて、なんて言うんですかね、うん、いいよ全然、何がいいよ正直に、うん、正直言うと、あやってしまったなと、なんで思ったんですよ、なんで、いやだって勝ちたかったんじゃないの、いやそう、いや勝ちたかった、そうなんですけど、でもいや売れる、あめっちゃ現実的なこと瞬間に研究生が、ま、マジか、えでもマジで分かる、それ大人だな、分かる、そう、そうなんです、そう私たちで、ね大丈夫かな、それな、なんかさ、うん、私も1回4回なん4位とかになった時にじゃんけん大会、はい、なんかさもうミリオンとか言ってんじゃん AKB のその、はい、それをさ自分たちで止めたらとか思うとさどんどん上行くの怖いよね、うん、なんか大人が喜んでくれるかなとか思っちゃう、えミナルンさん、うん、それなんかめっちゃリアルやん、マジでこれがメンバーのリアル、大人が喜んでくれるかな、言ってないもんね今大丈夫です、まだでも本当に、でもあのなんて言うんだろう、ここ数年はさ、はい、だいぶ結構やっぱ新しい、去年とかもねそれでじゃんけん大会優勝した子が、なんて言うんだろう、まだそんなに有名じゃなくて、ね、デビューしてみたいな、それで結構さ、はい、見つかったりとかしたから、もう全然時代変わって、だって私たちの時なんか篠田さんとかの時だったもん、あ確かに、マリコ様なんかパルルとか上からそうマリコそうとかの時だったから、ゆなさん買ってくれたから、うん、あはい、あ確かにどうぞどうぞっつってた、うん、なんか時代の流れもあって、そうそう、去年のがさあったからよかったね、あの HKT の2人が、そうですね、フェアリーウィンク、そうフェアリーウィンクの2人が、でもなんかまたフェアリーウィンクみたいにね、フォーチュンチェリーは2人でね、そうなんです、なんか2人で、でも京香ちゃんがめちゃくちゃキャラ良くないですか、本当ですか、今の感じで、もう一人のさ松田由美ちゃんはどんな、松田由美ちゃんはでもどう、しっかりしてるんです。本当、でもマシもカホちゃんみたいな感じですね。結構ユミちゃんのが年下でしょ。そうなんです。年下なんですけど、でもちゃんと喋るんですよ。うん、なんか記者会見とかも全部質問とかしてくださるじゃないですか、うん、記者の方が、うん、それも全部ユミミが先に答えてくれるんですよ。もうすごいもう的確なもうちゃんともう素晴らしいもう100点満点の答えをもう先に答えてくれるんですよ。だからその後にそう記者の方に、あじゃあ多田さんはって言われても何も喋ることなくて困ってるんです私だから今日もラジオ私だけなんで、うん、ちょっと不安なんですよ。もうだってフォーチュンチェリーの代表で来てる。そうなんですよ、今日ここでアピールできなかったもん知らないよ、知らない、知らないもうまず衣装さんからはもう、そうもうあいつってあいつあいつやめてって使わない、じゃあねこんな感じでどんどん話していきましょう、はいはい、ではここで1曲いきましょう、はい、じゃんけん大会の最後では第3回大会の優勝者島崎遥さんの永遠プレッシャーを優勝者が頭サビのソロを熱唱しましたが、あ2人歌ったんだ、歌ったんだ、2人歌ったこれ、その貴重な音源が あるみたい、おすごいじゃん2人が歌ったやつじゃん、あ私はあ優勝者のみ、そうフォーチュンチェリーが歌い出し歌ったからでしょ、はい、とユミちゃんがその後でもみんなで歌ったんでしょ、そうです、ね、はい、じゃあ2人の声が入ってるってこと、そうだ、はい、特別な音源を今から流したいと思います、
じゃんけん大会の優勝ユニットほか本戦出場のメンバーで永遠プレッシャー。はい、最後はこの曲です。永遠プレッシャー。